岸優太主演映画 G メン公開前、平野仕様のサインに注目。元退場の行方不透明。ファンの期待と不断。金プリの岸優太が初主演映画 G メンの公開を控え、その裏で元仲間の平野仕様から注目すべきサインが発見されました。一方で、岸のジャニーズ事務所からの退場が迫り、その行方に不確定要素が残されています。 今回の記事では、これらの出来事について詳しく探求します。8月25日、シユータの初主演映画、G メンが公開され、旧ツイッターでトレンド1位に輝くなど、大きな注目を浴びました。しかし、その公開に際して、元金プリメンバーである平野紫耀からのサポートが明らかになりました。 騎士は5月22日に平野や神宮寺ゆうタと共に金プリを脱退し、平野と神宮寺も同日にジャニーズ事務所を退場しました。しかし、騎士は G メンのプロモーションが控えており、退場は公開から1ヶ月後の9月末となる予定です。現在、 平野と神宮寺は滝沢秀明のエンターテイメント会社である戸部に合流し、個々のインスタグラムを解説してファンと交流しています。特に平野は長時間の質問箱を通じてファンとコミュニケーションを楽しんでおり、その質問箱での回答には注目が集まっています。しかし、8月24日に行われた質問箱での回答には異変がありました。 通常、平野はハートを使った回答に赤いハートを使用していましたが、この日は全てのハートを紫で埋め尽くしていたのです。ファンの中では自分の詩のメンバーカラーに合わせてハートの色を変えることはよくあることです。それによって感動士やアイドルとのコミュニケーションが楽しまれています。 この紫のハートは、キシユータの面からであることから、平野がキシの映画を応援しているサインと受け取られています。キシユータの退場に不穏な空気一方でキシユータの退場については不確定要素が残されています。バラエティ番組やトーク番組に出演した際に、キシはまだ決まっていないと述べており、退場後の動向が明らかにされていません。 退場後の活動について、騎士は慎重な姿勢を示しており、一度は退場後の活動を発表せず、休養期間を取る可能性もあると言われています。騎士のファンたちは、彼のジャニーズ退場後の新たな一歩に期待を寄せていますが、その行方にはまだ不透明な部分が多く残っています。 キ優ユータの映画 G メンの公開に際して、平野紫耀からの紫色のハートが注目を集め、ファンたちにはキの活動を応援する気持ちが伝わってきました。一方で、キの退場後の行方については不確定要素が残り、ファンたちはキの新たな展開に期待と不安を抱えています。キ優ユータの今後の活動に注目し続けましょう。